皆さん明けましておめでとうございます。昨年は多くの皆様方の支えがあり、このチャンネルを運営することができました。この場をお借りして心より感謝申し上げます。まあ特にっていうことで言うならば、モデルをしてくださっているモモカさん。 M ギャラリーモナ・リザ・クローム・ギャラリーに作品を投稿してくださっている皆様方もうグループになってますねいつかこのグループで作品展をね開きたいという夢もありますそれから昨年はイギリスに旅行しましたがこの際に多くの人のご支援もいただきました何よりいつもいいね 高評価ボタンを押してくださる皆様方、まあここはやっぱり一番嬉しいですね。その高評価を押してくださる皆様方がいて自分がいるんだなってこう本当に思うことがあります。感謝申し上げます。日々ご覧いただいている皆様方も含めですね。 その多くの皆様方の支えがあってこのチャンネルは成り立っていますそれで昨年末に4800人の登録者をいただきましたもう夢のような状態になってきております本当にありがとうございますさて先ほど年賀状を書き終えましたが今年の年賀状 こちらの絵を使っていますタイトルはストリートフードディナーバスインリバプールでございますイギリスのリバプールに行った時にたまたまここで昼食を買わせていただきましたその時に撮影させていただいた写真になっていますこれね 3枚のレイヤーになっているんですよ。で、それぞれにレタッチ編集を重ね写真というよりもアートに近い作品に仕上がっています。まあ、もちろん、これは年賀状に使うという目的で編集したんですけれども、もまあ、作ってる時はとても楽しかったですね。 こういう作品ばかり集めていつか個展を開催したいなというのも実は私の夢でございます。ここからは個人的なお話をさせていただきますまず今年の目標ですね「もうお前の言うことは分かっている野鳥撮影だろ」って言われそうですけれどもその通りでございます。 昨年は森の中に入って植物川池などを撮影して動画にまとめましたで、まあ、その時にね野鳥撮影をされている皆さん方としょっちゅうお会いして「野鳥って楽しいんだろうか」ってどうやって撮るんだろうかってね 交流も少しさせていただいていくうちにあ自分も野鳥撮影したいと思うようになりましたで撮影されている皆さん方の中にはこのようにカレンダーを作られている方もいらっしゃるんですよいいの 私も自分が撮った野鳥のカレンダーを作ってみたいなって思ったりもするようになりました。とはいっても私はもう素人ですよ。全くの素人ですからどうやって野鳥を撮るのかどこに行けばいいのか望遠レンズってどんなものがいいかとか。 そういったことを今勉強しているところでございます皆様方からご指導をいただきながら今年は野鳥撮影にチャレンジする所存でございます二つ目はポートレートの撮影ですまあ、この2年間は桃子さんのご協力をいただいて何とかね作品作りができました で動画作品も作れるようになってきてますから、まあ、次のステップとしてジンバルを利用してこう動きがね安定した、えー、ポートレート動画を作りたいと思ってるんですよ。もう構想も出来上がってるんですけれどもただこれは私が作りたいと言っても相手がいるわけですから。 日程の調整とかがうまくいかないと撮影はできないんですねそういう難しいところはありますけれども、まあ、この2年間からさらにステップアップしたポートレート作品を作りたいなという気持ちが2番目にあります。で3つ目ですけれどもこれはね別にここで言わなくても実践していることです。まあ、北海道や 日本国内を探索してその地域にある歴史や文化それから風景そういったものをこう撮影しながら勉強させていただければいいかなという気持ちがあります昨年の12月にツアーの予約をしていましたところが募集した 業者の方から連絡が入りツアーが予定の人数埋めれなかった集まらなかったのでこのツアーはキャンセルになりましたっていう連絡をいただいたんですよ北海道の東北に行ってちょっといいホテルに泊まりながらカメラを持って、えー、撮影できるいいツアーだったんですけどもね。 まあ、残念でした昨年はこの ZFC で始めるカメラライフっていうのをスタートしましたでまあ自分もねこの機会にいろんなことを勉強しようということで、えー、チャンネルの中で毎週月曜日かなですねやっていましたけれども実は YouTube を始めたいんだけれどもどのようにしたらいいのか教えてくれませんかみたいなえコメントを頂い,いていましたそれで、まあ、1月2月3月のどこかで集中的に「えー、あなたもできる YouTuberYouTube か」こういったものを、まあ、10回ぐらいに分けてやってみようかなと思ってます 特に退職,された方向け退職された方が楽しみながら YouTube を始めるにはどうすればいいのかまず YouTube というものがどうなっているのかどんな機材があればいいのかそして日々の YouTube の運営これをどのようにすればいいのか始めてみようかなと思ってます。 他にも何かご要望がありましたら、遠慮なさらずコメント欄の方にお書きください。とりあえずまあ今の私の頭の中は野鳥撮影のことでいっぱいです。昨日も今日も森の中に入りました。森といっても近くの公園なんですけれども、昨日はねびっくりですよ。 朝の6時半に現地に着いたシマエナガが動き出す時間を考えていたんですよ。そうすると誰もいないだろうと思って私カメラを持ってウロウロしていたところ人が2人ほどいらっしゃったんですよ。1人は三脚にこうカメラをセット 超望遠をセットしてて撮影されてる方もう一人は三脚がなくてカメラをぶら下げて大砲で撮影されてる方気づかなくて私その辺をうろうろ歩いていたんですよだってまだ薄暗いんだからで「あすいません」「すいません」っていう方でその場を離れたんですけど あれは間違いなくまます、ねまあ野鳥撮影は始めたばかりというかまだ始めてもいないので皆さん方と交流しながらいろいろ教えてもらいながらこれから撮影をしていこうと思ってます皆さん方も私も健康に留意しながら楽しいねカメラライフを今年も過ごしましょう ご視聴いただきありがとうございます